疲れたすぎる。超絶疲れた、苦しま。4時までだってか、昨日の夜配信した後にフリダンス覚えようと思って、ダンス覚えよう、よしやろうやろう、やってたらま時計見ないからで、パッてスマホの時間見たら4時みたい、朝よ4時、4時と思って、さすがにやばいと思って寝ました。今日も眠れないよ、寝たいよ。でも私暇好きじゃないから暇好きじゃないからいいや。なんかね、覚えることっていうよりかは、なんかマレーシア行っててレッスン全く参加できてなくて、もう記憶の片隅にもない曲たちがいっぱいあって、今日初めてやった曲とかもあって、復習しないといけない。だから全然ゲームとか開けてなくて申し訳ないと思った。本当に一緒にこれから復習だよ。多分今日も5時ぐらいになる予感がしてる。いや本当煙出るかと思った。今日のレッスンも、そう今日イベントの発表って Y 版の発表があったんです。 Y 版っていうフェスに出演させていただくんですよ、23日もうすぐなんですけど、明後日かな、なんですけど、それが決まったのも結構最近っていうか、もう本当に出演確定したのが本当に2日3日前とか、今日レッスンして、今日朝早かったよ。行きます、待ってるよ。クルクルのポスト見てどんなフェスなんだろうと思ったら、そうそうたる方、え、そうなんよ、そうなんよ、明後日出るのに今日発表、そうなんなら Y 版はもしクルクルの体力がいけるんなら、その去年のユミニンさんとかアカリンさんみたいな感じで見に行くみたいな話になってて、見に行きたいみたいになってたから出る側になると思う。いっぺんにたくさんぶれるようになってないよ。くるくるはもう頭がくるくる、見に行くのも別に決まってはなかった。普通に25日のライブが安心してできるなら、あと体力が持つんなら別に見に行ってもいいけど、体力持たんのもやめときぐらい。
やばいよ、どうしよう、寝れないよ。わたんこぶ、手がつまようじゃん、もう串です。冷静に、正確に、丁寧に、みんなの夢が叶いますように。ロボマジシャレベルなんとか20までが、ありがとう。そう、くるくる24まで。え、そう、しかも明日もなんかこれはどういうなんだというふうな感じではあるんですけど、これくるくる的にもそれはどうなんだみたいな、ありなのかみたいなと思ったけど、ロボバーの終了時間にゲームができないんですよ。お昼ぐらいから夜までできないから、どうしようと思って。配信してる場合じゃない。え、じゃあ切りますよ。じゃあ切りますよ。おこ切りますよ。じゃあゲームもう申し訳ないと思って、任せてありがとう。楽しながらやる。ありがとう。ありがとう。そう。明日。くー。意識。あちょっと始まろうかな。ちょっと前髪ちょっと汗かいて。おかえり。おら話し会ありがとう。あれかも、あれなんかな。ちょっと嫌な気持ちになるコメントはやめてくださいね。お互い頑張る。頑張ろう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 モバ。普通に頑張ろうモバなんだけど。今日も可愛いですね。こんばんは。ありがとう。ありがとう、こちらで。おお、
綺麗。綺麗やね。レモンスター。トマトポン。レモンスター。ありがとう。まあ、いけるか。マシュマロのベッド寝たい。マシュマロのベッドくるくる布団結構向いてないかもしれない。布団向いてない。やっぱ今日体バキバキすぎてやばかった。もう全然ダメだった。明日までドラマ頑張りましゅ。ありがとう。頑張りましゅ。ご飯食べてるよ。昨日はもう今日もラーメン食べちゃった。そう、床慣れすぎた。普通にめっちゃ久しぶりに普通に布団敷いて寝たらもう本当に今日はもう首を動かすことができなかった。痛すぎて。泣いてないですね。あ、マットレス敷かんときゃ。なんか相手もなんか使い切るようにラストスパートしてる。あとすごい、ありがとう。そう、クロクロもラストスパートしてるんだけど、なんか12時以降やっちゃダメって言われちゃって、開けなくなっちゃったんです。もうなんかやってたんですけど、12時以降なんか聞いたら確認を取ってしまったらとダメって言われたので開いてないんですけど、開いてないんですけれど。あ、枕ね。枕ね。やりたいところではあるんですけど、24時以降へと開きたいんですけど、こう一旦ね、一旦開くのやめます。あずみんがお財布忘れてお昼ご飯終わらされた。そうだよ、今日はあずみんが私の部屋に財布忘れてってお昼ご飯終わりました。うん、プー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 、許しませんみたいな。乗り切ったら美味しいもの食べて。優しい竹ですね。ありがとう。そう、前ほんまに毎日受からずに、ほんまにほんまやで。25日はいいものにしたいですね。2部受付中ですよ。25日は本当にすごいライブです。すごいライブです。すごいライブなんですけど、本当にすごいです。あ、すごいっていうかすごくします。すごくする。涙袋、うちらがすごくする。たまたま
なんだろう、なんだろう、あ、かっこいい、嬉しい、すごくする、後悔させません、何も後悔なんかあるわけないって、え、くるくる生誕とかいつになるんだろう、サンキちゃんもすごく成長しているんです。なんか私がなんか上から目線みたいな感じになっちゃうけど、そんな上から目線っていう話ではなく、めっちゃ成長してて本当にすごいんです、サンキちゃん。なんかレッスン上にマイクが8本あるんですよ。8本あってマイクを持って練習するんですよ、ちゃんと歌えるように。マイク持って練習するんですけど、今まではこう 2.5 キロ3キロでそのレッスンするときにマイク持ってって先生に言われたら譲り合いみたいな、マイク余ってるよ誰か持ってみたいな、持つ持って持って持ってみたいな、ちゃんと持ってみたいな感じのレッスンだったのが、もうここ最近はマイク持ってって言われたらもうほぼ取り合いみたいな、取り合い、みんなもうてか持ってって言われる前にマイクも持ってるみたいな、みんなかみんなではないけど歌詞が不安だったり、なんかちょっと歌に自信なかったらマイク持ちたくないってなるけど、それがみんな取り合うくらい持つようになっている。そしてなんか悪いとかじゃなくて、普通に休憩していいよって言われたら座って休憩してたのが、座って休憩していたのが、休憩してって言われた時に休憩せずに復習したりなんか煽り、ここをこうやって煽ったらいいかなとかをみんなするようになって、すごい本当に。なんならもうくるくるよりもう本当に尊敬、サンキちゃん尊敬です。成長で、なんかこの新しい曲やりますとかなった時に、その新しい曲の資料をいっぱい漁って、なんか 10本ぐらい動画見て、ね、なんか10本分ぐらいライブ映像見てきましたみたいな、みんな、なんかで、このアイドルさんがこういう動きしてたので私もちょっと違うんですけどやっていいですかみたいなを自主的に言ったりして、すごっと思って、普通はこう動画、レッスン動画とか見て、あーこうやってやるんかこうやってやるんかみたいなやるけど、それ以上のこの昔のライブ映像を見たら、この方はこういう動きをしててちょっとイレギュラーな動きしてて、でもこうやってやったらお客さんにも楽しんでもらえるんじゃないかと思うので、やっていいですかみたいなでやるみたいな、すごい良いと思います。とてもとても良い環境だと思う、尊敬します。私は皆さんでもめっちゃいじってくるけどね、コルさんとか言って、コルさんとか言われる、大いじり大いじり、みんなから思いし総攻撃、今日のレッスンはりょうつん休みで、あずみんのアピが公演だったから 2.5 キクルクル一人で、コルさん一人で踊ってもいいんですよみたいな、
乗らないよって来るさんって呼ばれる、みんなから言われる。クルさんって最近変顔ばっかりしてますよねって言われましたごめんねみたいな。クルクルちゃん今日バットのことあったからよしよし。バット、クルクルもちょっとバットのことあったよ。バットじゃない、バットバットだって、もう超バットだったけど、まあそんな日もあるよねっていうことで、そういう日もあるよねって言いましょう。そういう日もあるよね。どんな変顔？でも私も人の顔見たらちょっと変な顔しちゃう、変顔しちゃう。クルさん変顔ばっかりしたらそんな顔になりますよって言われるでも今日カナウめっちゃ疲れてて、カナウおもろかった。ほんまになんか疲れて、なんかこんなになってて、こんなになっててレッスン上で、で写真と盗撮したんだけど、なんかイチゴがそのカナウ見て、なんか40歳ぐらい老けてませんみたいな。カナウ40歳くらい老けてますよね、今日のカナウとか言ってみんな頑張っている。カナウめっちゃおもろかった。カナウ今日テンションやばかったよ。なんかずっとだって、ずっとなんかボケダジャレ、なんかダジャレみたいなボケてたもん。絶対世に出せない人が一番おもろい。おもろかった。絶対世に出せない、本当にカナウのその写真を。ゼロ点のギャグ、本当にもうゼロ点みたいなギャグしてた。ザゼロ点みたいなギャグ。カナウ、カナウ本当に。なんかそのお世辞でもお世辞でもちょっと面白くないかもみたいなで、それにイチゴが突っ込んでる、それがおもろい、そこでおもろい、二人でやっとおもろい。シビアに行きたいから。でも疲れてそう、このなってる中でそのボケをやられるから。でも、まあ、そんなところもいいと思います。ニューかわいいです。私もサンキちゃん見習って頑張ります。情けない、不甲斐ないみたいな、不甲斐ない。ニューかわいいってそう便利なこと、ニューかわいい。そして私は明日絶対マイクを奪いに行くぜ。マイクを奪って完璧に踊ってやるぜ。あ、なんかやばいちょっとやばい、明日なんもないんですけどね明日なんもないんですけどね、はい、なんもないんですけどね、うん、明日寝るだけですね、普通に。 2.5 さっきめっちゃ、え、ほんといいチーム、いいチーム、オフおめでとう、ありがとう。そう、めっちゃオフでめっちゃゆっくりしますめっちゃゆっくりします。普通に何もなかった、明日は。ラッキー、ニューかわいいってこと、うん、よし、こっからや、私の勝負の時間ゆっくり休んで
ありがとうございます。うん、おいしい。ありがとうございます。ありがとうございます。そう。でマイクは8本あって7本、7番がめちゃデカマイク。くるくるはもう7番愛用してたのに、7番のマイクラッキーセブンだって言って愛用、くるくるの愛用マイクだったのに、もうめっちゃ音でかすぎて、もうその人のそのマイク持ってる人の声しか聞こえんみたいなくらいのマイクのでかさで本当に持てなくなった。怖すぎて、その音でかすぎてマイクのちょっとそれはいいかなみたいな。だから最近撮ってるマイクは8番と5の倍数の5か1番かな。いやもう壊れて PA をイジイジしても壊れちゃった。音が変わんない、壊れて。そう、響かせていくわ。響いてますか？響いてるよーだっけ。響きの声響いてますか？響いてるよー、ひーちゃーんみたいな。あ、それでは、はい、スクショタイム。今日のちょっとバット買おう。7番マイクだったです。でも7番好きなのに、愛していたのに私は7番マイク。でも5番なんかめっちゃボコボコなのマイク、なんか落としたりしてる人がいて、もう落とさないでとか言ってるんだけど、もうめっちゃボコボコマイク。Y 版楽しいポーズ。まああれなんですね、私はこの大丈夫かな、できないかもとか言ってるけどできちゃうタイプの人ですって言い聞かせます。できないかもって言ってるけどできちゃうタイプの人、今までやってきたじゃんって自分に言い聞かせます。いえい、0点の採点をつけてるところ0点。はい、君0点、面白くない。それではスクショタイム終了で、今お話し会の受付中で、あのオンラインお話し会の9月23日がおすすめです。2時間目もおすすめになってます。明日までの受付です。そして Y 版今日発表されました、出演させていきます。 ST をたくさんの方にしていただけるように頑張ります。それでは団長13位、今サチタンから LINE。 13位キヨありがとう。12位、え、かわいそう、水出してるのにお湯が出る、かわいそう、ありがとう。11位ステラありがとう。10位トーモありがとう。9位キエルありがとう。8位オロチありがとう。7位カシゲマサキありがとう。6位福ちゃんありがとう。5位トマトパありがとう。4位ローズガーデンありがとう。3位ヨシズミありがとう。2位マキマキマキありがとう。1位はヨハンありがとう。ありがとうございます。ヨハ、皆さん今日も見てくださってありがとうございます。頑張りましょう。あのあれです、ゲームも最後の最後までよろしくお願いします。キュルキュルも頑張ります。